イテム番号 SCP-541JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-541JP はサイト81の人型オブジェクト収容棒に収容されます。SCP-541JP が負傷した際にすぐにわかるように、SCP-541JP の服装は常に露出の多いものにされます。20年10月14日追記、介護士が SCP-541JP の担当として配属されました。ホイ実験 541JP、1参照。1週間に1度、介護士と当局監視官による看護カンファレンスが行われます。説明 SCP-541JP は60代の日本人女性のように見えますが、幼児対抗の症状が顕著で、その精神年齢はおよそ6歳と推測されます。また、SCP-541JP は外部とのコミュニケーションを好まず、ほとんどの場合において、うん、または、いや、以外の言動を見せません。SCP-541JP は原因不明の変麻痺の状態にあり、頭部より下は一切動かすことができません。また、SCP-541JP は食事及び排泄を必要としないようです。SCP-541JP はこれらを必要とするようになりました。ホイ実験 541JP、1参照。SCP-541JP が現在の収容状態に至るまでの経緯は不明です。SCP-541JP の DNA は財団のデータベースにあるあらゆる人物のものとも一致せず、また SCP-541JP と一神党の関係にあると思われる DNA も存在しませんでした。二神党の関係にあると思われる DNA を持つ人物が4名存在しましたが、いずれもすでに死亡しており、SCP-541JP はこれについて黙秘を続けているため彼らとの関係性は不明です。SCP-541JP の異常性はその被害妄想にあります。SCP-541JP は時折、暴力を振るわれたと訴えることがあり、実際に擦り傷、打ち出血、火傷などの怪我を負うことがありますが、いかなる監視記録にも何者かが SCP-541JP に暴力を振るったという記録はありません。SCP-541JP が自傷行為に及ぶことができないという点、明らかにプラシーボ効果の範疇を超えているという点から、SCP-541JP が SCP オブジェクトに指定されるに至りました。これらの怪我はいずれも軽度のもので、SCP-541JP の生命を脅かすものではなく、また治療をしていないのにもかかわらず適切な処置を行った時と同じ程度の速さで治癒します。数年に一度 SCP-541JP の首に赤い手形が浮き上がり、呼吸困難を訴えることがありますが、数秒から数十秒以内に手形とその症状はなくなります。この症状が現れてから数ヶ月の間は異常な被害妄想が発現しなくなります。また、SCP-541JP は時折、次は放っておいてもいいよ。行かないで、などの独り言を発することがあります。ホイ実験 541JP、1SCP-541JP への介護の記録が全くないことから、SCP-541JP は食事、排泄をしないものだと考えられていましたが、SCP-541JP に栄養失調の兆候、及び排泄物による衣服の汚れが見られるようになったことから、SCP-541JP は介護を必要とするようになったと判断されました。現在、介護士が SCP-541JP の介護を担当していますが、20年10月14日に、介護士が SCP-541JP の担当となってから、SCP-541JP が新たな特異性を発現したために、介護士による介護記録は、実験 541JP、1、として記録されます。実験記録 541JP、1。20年10月14日、介護士が SCP-541JP の担当介護士となりました。介護士が収容室内で SCP-541JP にその有無を伝えた直後に、原因不明の力により収容室への出入りが不可能となりました。収容室の壁の破壊の試みも失敗に終わりました。幸いにも、監視カメラとマイク及びアナウンススピーカーは、ある程度のノイズを発するものの、内部とのコミュニケーションを図る分には問題なく作動するため、今後の、介護士とのコミュニケーションはこれらを用いて行います。また、介護士、以下、SCP-541JP、1と呼称、に限定的な現実改変能力が付与されたことが判明しました。
SCP-541JP、1は SCP-541JP の介護に必要な物品、主に食事、おむつの替えなど、を任意に出現させること、使用済みおむつなどの廃棄物を消滅させることが可能です。未発見の特異性がある可能性があるため、SCP-541JP のオブジェクトクラスの改定が申請されました。申請は受理されました。20年10月16日 SCP-541JP-1 が収容室に閉じ込められてから2日が経過しましたが、SCP-541JP-1 は空腹の兆候及び排泄行為を行う欲求を見せないため、SCP-541JP-1 はこれらを必要としなくなったと判断されました。また SCP-541JP-1 は SCP-541JP 案件への配属前に SCP-541JP に対し過度に親切にすることがないようにと注意を受けていたにもかかわらず、SCP-541JP に対して明らかに財団職員として不適切なほど慈しみの念を持って接しています。アナウンスにより再三注意はしていますが、SCP-541JP-1 のこのような態度に改善が見られません。SCP-541JP による任務的効果だと推測されます。20年11月25日 SCP-541JP-1 のストレスレベルが上昇傾向にあります。原因は収容室内への監禁状態にあると考えられます。時折 SCP-541JP に対し衝動的に暴言を吐くことがあるため、SCP-541JP-1 への1日30分のカウンセリングの時間が設けられます。20年2月11日 SCP-541JP-1 による SCP-541JP への暴力が確認されました。アナウンスによる制止により SCP-541JP-1 は平静さを取り戻し、SCP-541JP に何度も謝罪した後治療を行う様子が確認されました。カウンセリングの時間を1日1時間にすることが決定されました。実験 541JP-1 は現在も進行中です。新たに特筆すべきこと項があれば随時追記してください。以下は SCP-541JP 研究主任である門倉博士から20年4月5日に提出されたオブジェクトクラス改定申請書です。SCP-541JP の報告書には多くの疑問点があります。収容の経緯が不明であるということ、一神等の人物が存在しないのにもかかわらず二神等の人物が存在すること、何の脈絡もなく突然新たな特異性を発現したことなど、挙げればキリがありません。事実なのだから仕方がないと言われてしまえばそれまでなのですが、余震はそうだとしてもどうしても私には納得のいかない点があるのです。SCP-541JP についての説明に、SCP-541JP の異常な被害妄想による怪我は治療せずとも治療した時と同程度の速さで治癒する、という旨の記述がありますが、そもそもなぜ、治療しない、という措置が取られたのでしょうか？小さな怪我であったとしても可能する恐れがありますし、最悪の場合感染症を引き起こす可能性すらあります。抵抗力の低い老人であるならばなおのことです。なぜ我々はこれほど簡単なことを見過ごした穴だらけの収容を行ってきたのでしょうか？そもそも、我々の SCP-541JP の特異性についての明らかでは本当に正しいのでしょうか？本題です。私は実験 541JP-1 により判明した事実から、SCP-541JP の本質的な特異性について以下のような仮説を立てました。SCP-541JP は何らかのタイミングで SCP-541JP-1 の存在をなかったことにする。SCP-541JP はその改変に伴うパラドックスの影響を一切受けない。この仮説をもってすれば、SCP-541JP を収容した人物が存在しないのに SCP-541JP が収容されていること。SCP-541JP を出産した人物が存在しないのに SCP-541JP が存在していること。SCP-541JP に暴力を振るった人物が存在しないのに SCP-541JP が負傷したこと。SCP-541JP の怪我を治療した人物が存在しないのにその怪我が問題なく治癒したこと。これらすべてに説明がついてしまいます。そう、被害妄想などでは、なかったのです。SCP-541JP と関わった人物がその度に消えていき、世界があたかも初めからそうだったかのように改変されていく。亡くなってしまった世界の手がかりは SCP-541JP 本人にしか残されていない。
そして気づいた時にはもう遅く、我々は SCP-541-JP のオブジェクトクラスがセーフに戻ってしまうのを指を加えて見ているしかない。幾度とない歴史の改変、考えたくはないですが CK クラスシナリオのような大規模な改変を引き起こしてきた可能性すら否めません。物的証拠は何一つありません。これらは推測の域を出ないものです。しかしながら、これらを考えすぎだとダンズルにはあまりにも辻褄が合いすぎるのです。もしもこの仮説が正しかった場合、我々の収容はほとんど意味をなしていないことになります。我々は SCP-541-JP を管理していると思い込んで、気づかぬうちに意味のない生贄を捧げ続けてきたということになるのです。おそらくは何度も繰り返されてきたであろうこの発見を、我々は今度こそ、次、に伝えなければなりません。私はここに SCP-541-JP のケテル指定を申請いたします。サイト81、所属上級研究員門倉。現在、この申請についての慎重な議論がなされています。